ベネツヤの獅子ベネツヤの獅子は、イタリアの都市ベネツヤの象徴である、有欲の獅子のこと。旧世紀、ベネツヤ商人は、アレクサンドリアにあった聖マルコの聖遺物をベネツヤに持ち帰った。それ以来、ベネツヤの守護聖人は、聖マルコとされ、聖マルコを表す、有欲の獅子もまた、ベネツヤを象徴するものとされるようになった。十二世紀頃に、ベネツヤのサンマルコ広場にある円柱上に、 聖マルコを表す有欲の獅子像が設置された。以来、ベネツィアの獅子といえばこの像のことを指すことが一般的である。サンマルコ広場に立っている聖マルコと、聖テオ道路の円柱の片側の上に、有欲の獅子像が設置されたのは、セバスティアーノツヤニが、ベネツィアの同時を務めていた1172年から1177年の間か。 もしくは1268年のことだとされている。この有翼の獅子像は、紀元前300年頃には、キリキア地方のタルススにおいて、神の像として作られたものであり、ベネツィアにおいては、同志の守護聖人である聖マルコを象徴する、サンマルコの獅子と位置づけられた。この遥か昔より修復を繰り返された有翼の獅子のブロンズ像は、現在は、ドゥカーレ宮殿内に保管され、 円柱の上に設置されているものは、それのコピーである。聖マルコと聖テオ道路の円柱のもう片側の円柱上には、聖マルコより古くから同志の守護聖人であった聖テオ道路の像が置かれている。ワニの上に乗りやを持つ聖テオ道路像は、竜を退治したというテオ道路の神話に基づいている。ありがとうございます。